平沼内閣は、水密院議長の平沼慶一郎が、第35代内閣総理大臣に任命され、1939年1月5日から1939年8月30日まで続いた日本の内閣である。1939年1月5日任命。在職日数238日。1939年1月5日任命。 1939年1月19日に命。1939年1月19日に命。内閣発足当初。前の第一次、この内閣の崩壊を受けて、水密院議長の平沼喜一郎が組閣した。共産主義に対抗する数軸として、ドイツとの関係強化をしようとしていたが、昭和14年8月23日に、ドイツが突然、 ソビエト連邦と独ソフ化新条約を締結したことを受けて、平沼首相は8月28日に、いわゆる、複雑回帰声明を残して、内閣総辞職した。今回帰結せられたる、独ソフ侵略条約により、欧州の天地は複雑回帰なる、新情勢を生じたので、我が方はこれに鑑み従来準備しきった政策は、これを打ち切り、 さらに別途の政策樹立を必要とするに至りましたというような談話を発表した。この談話は当時の日本外交の国際認識の欠如を象徴的に示している。当時の読売新聞社説は外交政策を起き直さねば、まま、ならなくなった点につき責任を取ったものとみなし、ドイツの不信行為に対応するため国内の体制を一新することが必要であり、 この江内閣の大部分が留任していた平沼内閣が解散することはやむを得なかったと評した。ありがとうございます。